前、さあその中で三役経験者、ここまで勝ちっぱなしの栃ノ心に対して、向正面、白崎さんにアムールの支度部屋を訪ねてもらいました。あの本場所はもちろんですけれども、稽古や巡業などでも相撲を取ったことがない相手で、よく分かりませんが、強い人ですから、向かっていくだけだということなんですが、自分の相撲をとにかく思い切って取ろうと考えているそうです、はい、それは左前3つを取る相撲、踏み込みができるかどうか、まだあの上位の力士とは立ち合いの圧力の差も感じているそうですけれども、どれだけ自分の力があるのかを今日試したいという感じの言葉でしたね。今場所の重量ではその左が取れませんでも、何かこう構わずに押して押し込んでから取る、そのまま押し出すというような相撲もありますアムールです。さあ栃ノ心にどれぐらい通用するのか、6戦全勝栃ノ心、星を伸ばすのか。合わせる行司は木村秋次郎です。右四つがっぷり、これは栃ノ心の形、寄り切り、栃ノ心7連勝。栃ノ心の立ち合いは伊勢ノ海さん、少しこう様子を見るというそうですね、ちょっと変わり気味にこう、ね、左の上手を取りに行ったような感じですね。寄り切って栃ノ心の立ち合い、左が栃ノ心で、あ、上手から取りに行ってますね、上手は取れなかったんですけど、まあこの後もよく落ち着いてますよね、はい、もうこの形になってしまえば、というところです。なんか非常にこの腰の構えがいいですよね、調子。今度は違う角度からご覧いただきますか。アムールの踏み込みはどうですか。あの一生懸命っていうか、こう向き当たっていこうっていう感じはしたんですけどね、やはりちょっとこううまくかわされたかなって感じしますね、立ち合い。この辺りもこう必死にあの下手を切ろうという左の押っつけもあるんですが、